日田市立うぐいすうた当時博物館うぐいすか、大用いうぐいすうたくは、台湾に来た市の四角区。うぐいすうたくは、日田市西端に位置し、東は、樹林区と、西は、桃園市八徳区、桃園区と、西南は、桃園市、大谷区と、東南は、三京区と、東は、樹林区と、北は、桃園市亀山区と、それぞれ接している。1684年に、 発火人による入植が開始された。当園長子によれば1685年に、泉州の鎮油が南部より入植したとある。1920年に、ウグイスウタ城がこの地に設置され、1940年には、ウグイスウタ街に昇格している。1945年以降は、ウグイスウタ鎮に解消された。2010年12月25日には、台北県が、 にきたしに改変されたことに伴い、ウグイスウタクと、改変され現在に至っている。地名は、ウグイスウタの北側の山に、オウムの形の巨岩があり、それにより、イン古石と呼ばれていたものが、高返し、ウグイスウタウグイスウタと添化したと言われている。伝説ではこの巨石は正気を吐き人を食したと言われ、その害を取り除くべく低成功が爆破したと、伝えられる。 区長成長から日本統治時代にかけては農業が産業の中心であったが、現在は東洋業が産業の中心となっている。伝承では、新潮化境年間に、クレガン、クレ島、クレソラがこの地にやってきた際、近隣の隣山地区で良質な粘土を発見し、ここに焼けようを設置したのが東洋業の始まりと伝え立てている。 日本統治時代までは農家による副次的な産業とされていたが、戦後は東洋業が飛躍的に発展し、現在では重要な地場産業としての地位を確立している。ありがとうございます。